はい、というわけで皆さんこんにちは、シースです。 100% プラチナトロフィー実況を続きやっていきましょう。リンちゃん探偵ということで、前回ね、すべてのエンド見たいっていう話したんですけども、ストーリーコンプリート、話が解決するのはストーリーレベル5になってからなんですよ。だから今のうちに全部見ることはできない。1周目見たのはチョコボイーターエンドで、5種類エンドがあるらしいんですよ。で、今回はチョコボイーターエンドじゃないものを見ていく。あえて犯人は言わんようにしようか。私も攻略見ちゃってるから犯人わかるんですけども。さあ、このルート誰が犯人か。よろしくお願いします。しっかりやっていこう。まずは3番に移動。3番に移動し、マキナが出てきたらリンちゃんを呼ぶ。うん、足跡がついている。そしたら振動に移動。振動に移動し、でリンちゃん呼び、うん、崖下に落ちていった痕跡がある。どうやら事件の核心に近づいているようです。オッケーオッケーオッケー。さらに調査を進めれば新たな手がかりが得られるかと。そしたら次は5番に行き、うん、マキナが出てくる。で、リンちゃんを呼ぶ。リンちゃん呼んだ瞬間に怪我人ポップしたな今。怪我人がポップしたな今。で、怪我人発見。そうしたら、シンラが落としたスフィアを見る。これストーリーレベル3で、フラグを立てておいたやつですね。7番か。7番移動し、もうこれは呼んでいいのか。おや、こんなところに通信スフィア。うん、作業機械にも足跡がある。これはおそらく、これは失礼、不確かな発言は控えるべき。どうやら事件の核心に近づいているようです。オッケーオッケーオッケー。さらに調査を進めれば新たな手がかりが得られるかと。で、一番移動し、怪我人を発見している場合、うん、お、救助中に上言を口走っていた。非常に重要な情報。さあ、なんと言っていたか。そして、最後か。これ最後に、旅行講師裏に行き、屋根をズームする。屋根をズーム。お、いた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 。ズーム、ズーム、ズーム。オッケーっすか。リンちゃん呼ぶ？ああ、落ちた。うわ、大事故。お呼びですかっていうか、救急車呼んだ方が。つえー。怪我はないようで、何よりです。うん。機械衝撃、ふむ。どうやら、事件の全貌が見えてきたようです。あ、見えたか今。以後は、私の方で裏付け調査を進めておきます。いや、待って。全く見えてないが、ご協力感謝します。あの怪我人がなんて言ったかだよな。多分犯人の名前を言ったんでしょうね。そうしたらこれで終了。あとはストーリーレベル5で、リンちゃんの名推理、眠りのリンちゃんを聞けるということですね。そうしたら続きやっていきましょう。ルカに行き、映像を見る。ルカは映像3つあるから全部聞く。多分ね、全部っていうか3つ目の会話を聞くんだよね。各地で組織同士の対立が起きていますが、あなたはどう思いますか？組織の上に立つ人たちには故障中って出てるか、右上しっかりしてほしいですね。これからのスピラーがどうなるのかちゃんと説明してほしいです。何今の。怖え。変な妄想につながってるし。ホラーやん。でもう一回ルカ。
同盟とエボン島が喧嘩するのは勝手だけどさ、人に迷惑がかからないところでやってほしいよな。ひじきヘア、おい、何が見えてる。ああ、出るか。3回目、この3回目が重要。ブリッツボールが再開したら大きく。今のスピラに何か一言。インタビューしちゃいけない人でしょ。エボンだの同盟だのはよくわからんのですが、ブリッツボールが再開したらどうにかなると違いますか。アホだし、関わっちゃいけないこういうのは。さあ、どうにかなるんとちゃいますかを聞いたら、次はジョゼに行き、ジョゼの映像6個もあんのか。一応ストーリー、コンプリート上がるのは1個目らしいが、全部聞いていくか。アルベドがあちこち混乱しているが大きく。わひよひ四男キセミウだ。ヨヨマガミギフーズが。おにゃはギップルダミハミオマクアンガだ。ガエシレミエミライハルセコギズンオワサヤベアンダネセフゾン。ほえだアルベドヨヨの道が。アルベドすげえんだよな。そしてもう辞書コンプしているのか我々。完璧じゃねえか。で、ここからは、コンプ 100% には関係ないが、ジョゼの会話全部見ていこうか。オフミヌザコウヌゾミ魔物だ。ビーカネルラザルムワナキセミウナキミトミユベグナガンソアンテミダワウンギャハミア。ビーカネルの魔物。で、次3回目。で、リアンとエイドに、ここ選んだ、ジョゼ人員を選んだ場合はここで見ることができる、会話をね、聞くことができた。で、今回は選んでないから特に何もない。3回目。あ、でもなんか話してくれる。ワンサダトシサワハムキナゼセカッサヨソダワウ。あ、飛ぶのか。1個。フネアナロッサンギャハミキサーナロニワデサコウハンガヤウベヒオホヨシミウハシアダ祈りゴム、一部に読んが、イサミが。怖えこと言うなよ。引きずり込んだっていう表現が怖え。なるほど、リアンとエイドを飛ばして4回目の会話が発生したのか。そうしたら次はアルベド族の会話が聞ける。もう一回。ビーカネルアナズリンダヨハルセラジョフダヌヌヤハミンガハンガラガサミハミオワソヌヨキハンガ。あー、部品が足りない。あの最強の兵器なんだっけ。今回あれマックスにして倒さなきゃいけないんですよね。で、これを聞いたら戻りで最後かな。ワミヨソザハンガってワオキャゼウラドセンハンセハヤネガッサハ。合言葉しゃべるサボテン。これなんか使ったっけこの合言葉。マルネラってっていうことかな。違うのかな。マルネラ。そうしたら、グアードサラムで、ウノー実はっていうのを聞く。ルブランは。お嬢は留守だ。実はアジトを飛び出しちまったんだ。ルージの手がかりを探しに行ったらしい。今サノーが捜索に行ってるな。あんたら何か知らないか。ごめんなさい、確かなことは何にも。そうか、何か分かったら教えてくれよ。で、ここもあと残り3つ4つ会話があるらしいから、それを聞いとこう。あ、2回目はな、様子だけか。なるほど。今の微妙な動きだけ、飛ばそう。で、会話1と2があるから、グワードの。ルブラン様どこに行ったんだかな。佐野さんから連絡もないし。このまま戻ってこなかったら俺たちどうなっちまうんだ。宇野さんがリーダーを引き継いで宇野一味ってことになるのか。だったら抜けるな俺。そうだな、ルブラン
ン様だからついていけるんだもんな。宇野一味はな、誰もついてこない。で、案外部下に人気、あ、切っちゃった。人気あるしですね、多分。飛んでいく。罪を抜けるって言っても帰るとこなんてないしな。お前のところは族長が家を爆破しちまったんだっけ。おほえべしどすま、意味せめてあるはずさも。指導か。俺は未編セッションの時に怖くなって討伐隊から逃げたんだ。でも田舎の方じゃ立派に戦って戦死したことになっててさ、今さらどの面下げて帰れってんだ。そんな俺たちに飯食わせてくれたよな、ルブラン様。何にも言わずにな。だからどんなにこき使われても文句なんてこれっぽっちも。まあたまには言いたくなるけど、まあいいかって気になるよな。うん、つまりあれだろ。おう、あれだ。ルブラン様は何でもあり。何でもあり。意外と人徳あるんだね。意外と人徳あり、ありますね。本当だよ。カモメなんとかというところは大違いですね。そしてさっき、会話切ってしまいましたが、あれはパーセントアップには関係ない会話のはず。そうだね。うん。だから問題はない。でもね、今後は気をつけていかないといけないですね。パーセント上がる会話でああいうことをしてしまうと、パーセント上がらなくなってしまいますからね。あ、宇野さん出てきました。宇野の決めポーズ。んで、5回目以降は、いや、宇野の決めポーズもいい。宇野の決めポーズ、男性戦闘員の様子、女性戦闘員の3パターンあるらしいから、あと男性と女性。お、扉開かない。あ、これ男性の様子ですね。暇そう、暇そう。以上か。女性戦闘員。うのい。ああ、男性戦闘員のあくびはいい。なあ、うの、開くなって、その扉。お、足音。帰ってきた。これだけ。あ、かわいいポーズ。これだけ。まあ、これで、いいでしょう。そうしたら、次は雷平原。雷平原に移動し、チョコボをズームし、シンラ君の新発明出しを聞く。チョコボってどこいる？右。ほん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 、チョコボズーム。捕まえる？あ、あれか。そんなことできるの？これ超怖いやつ。新発明の転送機能だし。カメラに映したものを全て転送するという悪魔のような装置。やべえ、これな、ぶっちゃけ芯とか何でも倒せる気がする。そうしたら、映像に2匹目のチョコボを転送した後に故障する。これ見ない方がいいのか。多分見てもいいんだろうな。もう一匹転送してみようか。多分ね、これ以降雷平原使わないと思うから。お、チョコボの声。お、どこ？あ、いた。あー、チョコボ映しました。転送されていく。怖え。そしてチョコボ転送したら、どうしたの？転送機能、イカれたし。壊れてしまう。多分これ壊れてしまっても問題ないっぽいですよね。いや、この辺な、説明不足な感じもして若干怖い。まあ一応セーブデータ分けておくか。マカラーニャの森入り口に移動し、ベライから、スピラを守ってたっていうセリフを聞く。出てきた。オラたちネムネムしていたら不思議な夢を見たっぺよ。祈り子様が言ってたんだよ。
大地を揺るがす大きな力に引き込まれちゃったってさ。ねえねえ、どういうことかな。スピラを守った祈り子様も滅びの力に敗れ去る。この森もまた滅ぶだろう。そして我らもまた同じ。めっちゃ悲観的。で、このセリフを聞いたからおそらくオッケー、かっけーな、みんな。で、一応見る必要ないが、もう一回見ておくと、グアード族の様子が見れる。お、いたいた。ロンゾの進撃を、止めたんで、グアードが無事。これね、ロンゾ出撃してる場合は、攻め込むロンゾ族っていうのが映ってたらしいですね。そうしたら、マカラーニャ、旅行講師、大赤屋から、いらっしゃい、いらっしゃいを聞く。いらっしゃい、大赤屋、よろしく。お店の方は大丈夫？ねえ、まあまだね。ほんとか、こんなとこ客来てるか。ここらは魔物ばかりで、なかなか客が来ねえんだよ。だよな。でもよ、俺はこの店を守るって決めたんだ。見てろよ、今にリンの野郎を追い越してスピラ中の旅行交渉全部大赤屋支店にしてやるからな。ちょっとリンちゃん鼻につくから頑張ってほしい面もある。じゃあな。あと大赤屋の様子2345がある。こっからはパーセント関係ないが全部見ておこう。もうダメじゃん、めっちゃうなだれてるやん。今日も客来なかった。お、今日は客が、あいつが家出してもう1年か。あー、パンツ。えい、いらっしゃい、いらっしゃい。え寂しい。むなしいぜ。みなきゃみー、トトナのフニガモ。アルベド呼んでる。しかし来ない。ロメイシキーウゲー。うん、お仕事。パンツ。1年も家出してると今さら帰りづらいんだよな。兄さんまだ怒ってるかな。なぜ双眼鏡を。そして、モンスターがいると。いやー、パンツはあのまま兄さんに会うことなく帰ってしまったんですかね。通りすがりのホワイトプリンってやつらしい、これが。あ、バービュート、バービュートが旅行講師攻撃してる。治安悪すぎか。そしたらビーカネル砂漠のキャンプでナーダラさんズームで、ただねを聞く。そっちの様子はどうですか。今日も発掘日和さ、みんな精出してるよ。ただね、このところ砂漠にとんでもない魔物がうろついてるんだ。ねえ、なんとかしてくれないかい。手が空いた時でいいからさ。え、そうかい、そうかい、退治してくれるかい。それじゃよろしく頼むよ。一方的、勢いに飲まれやすいし。そしたら、なぎ平原の、講師の方か。先に、旅行講師。行き、映像4、宝箱を隠す、息子の親父。エロ本隠してるみたいになってるが。まず1から順番に見ていこうか。1は？様子か。様子1。そして2回目が様子2。あ、来た来た来た。これで、これ3回目。息子を励ます親父っていうのが見れるはず。あ、これあれか。
俺が紹介したからみんな会いに来たってことか。なるほど。ごめん、なんか男とかいっぱい紹介しちゃった。嫌だって言われた。で、重要なのが4回目、宝箱を隠す。これを見ておくとストーリーレベル5の時に影響があるらしい。おお、移動した。よし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 。あー、宝箱を蹴っている。開けた、取り出した。あー、パーセント、ストーリーコンプには関係ないが、ストーリーレベル5で、おー、入れたのか今。入れてここに戻したのか。剣技の心得の入手条件がこのフラグなのかな。今取り出したのかな、わからんが、おそらくこれで何事もなかったように戻ってきた。ストーリーレベル5で何かしら剣技の、心得が入手できると。で、チョコ牧場の方も行く。そうか、このチョコ牧場の映像のためにチョコボを1匹以上捕まえてなかったらいけなかったのか。クラスコから、チョコボかわいいな、これ聞く。チョコボかわいいな。そして、2回目接続するとクラスコと会話ができる。ルナ様来ないな。あ、すまん。聞こえる？ユウナ様？うん、しばらくそっちには行けないんだ。チョコボ元気？ちゃんと世話してね。了解です。次回のお越しをお待ちしてます。ユウナ様との会話は1文字1万円ですからね、気をつけた方がいいぞ。これ今ズームキャバクラ流行ってますからね。で、チョコボ3回目見るとチョコボがいなくなっている。逃げ出すなよ。逃げていた。こんなところユウナ様に見られたら。見られてるんだよな。そして、4回目以降はチョコボの世話をするクラスコがひたすら映る。超マニアにしか興味ないが、これね、時々チョコボに蹴られるらしいんですよ。そこ見よ。そこだけ激写しとこう。いけ、蹴れ蹴れ、海ちゃん蹴れ。あれ、この海ちゃんおとなしいな。おかしい、蹴るんじゃないのか。あ、そういうこと。つなぎ直したら、なんか蹴られた。後頭部今がっつりいかれましたね。さあ、そしたらガガゼドさん三問に行き、ユーナさんのねえ決まりを聞く。ねえ決まり、今度コンサートを開くんだ。ロンゾの人たちと一緒に見に来てよ。それはできない。決まりには長老の務めがある。オン山を離れるわけにはいかない。そっか、キマリにも聞いてほしかったな。キマリには聞こえる。歌は心をつなぐもの。ユーナが心を込めて歌えばキマリの胸に必ず届く。キマリはそう信じている。そうだね、そうだよね。やってみるよキマリ。歌詞がね、自爆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 っていう歌詞だからね。届くかな決まりに。今ので大丈夫かな。で、2回目以降は、決まり肩もみバージョンが見れるらしい。あー、出た。これ1周目の見たっけな。うわー、女の子にこんなことさせてる。いやー、長老だからさ、離れられんとか言ってさ、ほらほら、こういう女がいるから離れられんだろお前。俺さ、中学校の部活の時に、うちの学校じゃないんですけども、顧問がね、某中学校の顧問がね、女子部員を集めてマッサージをさせてましたね。そういうのがまかり通ってた時代なんだよな。まかり通ってなかった気もするが、やべえ時代があったんすよ。一応平成よ。いやー、今回長くなっちゃうかもしれんが、もうとにかくね、映像スフィア見るだけだからやっちゃうか。温泉会なんですよ。
温泉はね、とにかく長えよ。16回もありますからね。どんだけ FF102 スタッフ、温泉に力入れてるんだ。